フェイドグランドオーダー簡易時間神殿ソロモ劇場で見てきました。これを機に FGO やっていきたいと思います。熱いぞ。バカバカバカーンってアイスクリーム本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。多くの人たちの代わりにここにいるカルデアのマスターだ。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、全世界ダウンロード数6100万を超える平成を代表するスマートフォンゲーム、フェイトグランドオーダー、略して FGO、 この膨大なテキスト量を誇るアプリゲーム、その中の第7章をアニメ化した第1部ラストの物語を描く作品。この作品ではラスボスとの対決、決着が描かれます。ざっくり言いますとですね、敵陣に乗り込んで世界崩壊をですね止めようとするお話です。フェイトを初めて知ったのが2020年、監督がですね YouTube を始めまして、アニメと福袋で出た作品を見よう。アザラント、ランチトードバッグ、マッシュ、キリエライト、これはフェイトですね。グランボーイ、フェイトグランドオーダー、マシューとフォー君ですね。こちらのですねトートバッグが出まして、フェイトを初めて体験しました。もうその時感動は計り知れません。こちらのですね動画に語っておりますので、もし興味がある方見てください。本作につながります。改めて言いますが、監督はですねプリゲーム FGO は一切プレイをしてません。見た作品はバブルニア、フェイトエクストラ、ラストアンコール、劇場版フェイトステイナイト、ヘブンズフィール 1,2,3、 神聖円卓領域、キャメロットの全編後編、こちらは劇場で見ました。ロードオブエルメロイ2世、こちらは配信サービス見ました。フェイトシリーズ体験しております。その状態で語っていきたいと思います。まずですね、普通の映画のクライマックスシーンからスタートする、それくらいの興奮が高潮まで高まった状態で物語がスタートします。この時点ですげえなと思いました。逆にもう上がらないでしょっていうね。でもそこを超えてくるのがこの映画です。その時感じたことは、こんなに出しちゃったらその後消化試合になんないの。まあ、監督はですね FGO をプレイしてないので、この先どういう展開になるのかが全くわからない状態で見たから、そう思いました。今回劇場で見たということで、もう爆音音響がやばい。フェイトシリーズってここから光線がブレーンっていうのがね、音速バトルがねすごいのがこのフェイトシリーズなんですよ。ライブ会場にいるかのごとく腹にズン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 、冒頭からこんな重点音を聞かせてくれる映画はないと思いますね。で、本作はですねまず初めにボスがですね結構携帯を変えたりですとか、名前とか言い方がね複雑なんで、敵とかボスとかっていう表現をさせていただきたいと思います。で、そのボスが操るですね触手みたいなのが71か72柱なんですけども、すげえやつを操ってるんだけども、そいつが硬いのなんのめちゃくちゃ強い。あと気持ち悪い、フル CG なんでリアルなんですよね、ぐちゃぐちゃしてて。監督が大好きな鬼滅の刃でもですねそういう触手系のモンスターがいたんですけども、それよりも見た目がやばい。そしてまあキモい。アニメ版でも監督すごい簡単ですけども、敵がバカクソ強い。もうああ死ぬと思ったら助けに入るみたいな感じ。今回もねそういう展開山ほどあってね、熱いよ。この少年ジャンプ的な、まあ、ジャンプとは関係ないんですけども、ギリギリのところでね助けに入ってくるやつがいるシーン。この作品なんですけども、実はですね PG12 指定がかかっております。でもそこまでグロいシーンはなかったと思うんですよね。まあ、ただあるとしたら絶望的展開に視聴者が耐えられるのか。まあ、監督フェイトシリーズは見てるんで、まあ、また来るでしょと思ってんだけども、やっぱりね感情移入をするとなんか違うんだよ。その絶望感が襲ってくのね。メンタルもやられつつも助けに入ったらまあめっちゃテンション上がりますよね。そういう意味で PG12 指定をつけたのかな。この作品なんですけども、ゲーム版アプリでも藤丸律香っていうキャラクターがプレイヤーと同一化するんですけども、今回その藤原律香は結構物語によって関わってきます。ただ見ていて傍観して、よし行けよし行けじゃなくて、ちゃんと藤原律香もですね映画の主人公として立っていました。冒頭で前回なのすごいもうねいろんなことを繰り返してその世界を救って、で次ですね最後の敵戦に行く中で藤原律香冷蔵って言ってなんか服を着るんですね。今までと結構タイプが違いまして、見た目はガンツスーツみたいな感じですね。でそこで作ったのはダヴィンチなのかなが説明するんですよ。今まではですね律香を守るために作られた霊装なんですよ。で今回に関しては何が何でも敵を倒すためだけにね作られた霊服を着て現地に向かうんです。でここになんかボタンがね確か7個あるんだよね。そのボタンを押すことによって今までですね主人公と繋がっている英霊ね、サーヴァント、お助けキャラクターが来てくれるシステムを、まあ、開発してくるんですよ。やばくないかこれは。しかもですね、しかもさらに7つのボタンがあるんですけども、1個押すことによって使用者にダメージが来るのね。できればね押さないで戦いたいけども、万が一のことがあれば使えみたいな。あー
ついわ。こんなの絶対全部使うだろみたいな。このフェイドグランドオーダーなんですけども、全7章からなっておりまして、確かグランドオーダーバビロニアが6章かな。で、7章が本作になります。で、いいんだよね。間違ったらすいません。1から5はですね、アニメ化されてないんですけども、まあ、この辺はね、スマートフォンゲームでやってくれみたいな感じなんだけども、その1から6章までの契約したサーバントを、このボタンで押せるっていうね、やべえな。主人公の藤間のリツカと相棒であるサーバントマシュー・キリエライトと二人がですね、現地の敵陣にレイシフトします。まあ、最初はね、敵がいないのね。ダヴィンチが作ってくれた車に乗って普通にブーンって行くんだけども、ボン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 触手が出てきて、まあ、攻撃してくるんですよ。で、そこで使うわな、使わなきゃ死ぬもんね。で、マシューに関してはですね、この盾、自分の体の2倍3倍ある盾、防御にもなるけども結構攻撃してくるのね。盾で攻撃するキャラクターって監督あまり見たことないんで特殊な感じです。その敵がね、グランドオーダーの最初にね、仲間だけども裏切ったやつがいるんだよ。その向こうの先に行かなければならないけども、そいつがいるんだよ。だからそいつを倒さないとダメだなみたいな。もう第一ステージそいつ、まあ、そいつ倒さないと本戦に行けないからね。で、そいつが強いのなんの絶望ですね。まあ、そこでね、使うんだよ。で、最初に出された英霊が出て、アレクサンダー。このキャラクターなんですけども、すごい申し訳ない。多分ゲームの中に出てくるキャラクターなんだけども、知らないんだよね。ボタンを押す前にね、ペッて押したら、ギューンってして、パラ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 、ピューンって馬に乗ったアレクサンダーが来て、その敵を倒すためにね、突っ込んでくんだよね。で、その突っ込んでくんだけど、もう本編の多分半分以上戦ってるんで、ちょっと時系列が間違ってたらすいません。マシューも結構武器が盾だけども、特化型なんで、マシューはそいつを倒すために進んでもらって、で、アレキサンダーはマシューをサポートしろみたいな感じで、リツカがね、命令するのね。まあ、命令って言ってもね、その契約してるんで、まあ、同等な感じの、なんかすごい友好関係がすごいんだね。で、そこで戦うアクションシーン。やべえなぁ。敵がクソ強すぎて、ボタンを2個、まあ、2個目、3個目って押してね、向こうもね、ただただこうやって待ってて、来いよじゃなくて、前は消えろみたいな。爆風がすごいからね、こうやって一緒に AA と共にね、避けたりするシーンが、熱い、めちゃくちゃ熱い。いや、今はその、この空間もめちゃくちゃ熱いけどね。あ、これくらったら死ぬなっていう攻撃来るのね。そこで、助っ人として、ボタンを押してないのに、ジャンヌ・ダルクが来るんですよ。ちなみに、このジャンヌ・ダルクなんですけども、フェイトのアポクリファっていう作品に出てくるキャラクターなんですね。見ときゃよかったなぁ。多分見たら多分ナイスだな。いや、常にもうこの、見てないけどね、ナイスだけどね。で、そこでね、ジャンヌ・ダルクが倒せないから、後ろから光の筋がね、来てね、ピャンって、バーンって来たところにいるのが、今までの英霊。ちょっと待って。ボタンを押しないのになんで君たち来てんのみたいな。なりますよね。そこでね、答えるんですよ。サーバンたちが。それぞれね、自分の意志で駆けつけてくるんですよ。熱い。これはね、ゲームしてなくても熱いでしょ、この展開。わかりやすい例で言うと、アベンジャーズのエンドゲーム？まあ、エンドゲームも結構キャラクターがたくさん来てくれるけども、そいつらが全員ね、今までね、戦いを共にしてきた仲間たちよね。仲間たちが戦ってくるのね。しかもね、3人、4人とかじゃなくてね、30人はね、いないかな。いや、もうそれくらいの数の英霊たちが、藤間のリスクを助けに来てくれるんですよ。熱っ。もう何回熱いって言ってんだろう。攻防のアクション、乱闘シーンが繰り広げられるわけですよ。2D の限界作画が見れます。そして劇場で見たので、爆音、もう目の前に広がる大スクリーンで、英霊たちがめちゃくちゃ強い敵と戦ってくるんですよ。ちなみにこのフェイトって、英霊たちって、ジャンヌ・ダルクとか、アレキサンダーとか、そういう偉人たちが来てくれるのね。でですね、ちょっとここで言いたいのが、このですね、初めて見たグランドオーダーのオールスターメンバーが来てくれるんですよ。イシタル喋ってた！ギルガメッシュ！キング！うわぁ、キング、やばいね。あと、レオニダス！あと、監督が大好きな、牛若丸！まあ、この牛若丸に関してはね、グランドオーダーでの作画シーンで、これもね、動画で撮っていたと思うんですけども、なんとかの価値はあらよとか言って分裂して、刀持ってるキャラクターなんで、もう、触手系をバッサバッサ切ってね、で、その分裂した仲間たちがもう傷ついてボロボロになってきたのは、最後の人、ズシャって切るシーンを、この映画でも再現しました。しかも、その主人公、リツカを抱えて、そのね、そのボスの方に行くんだよ。やべえだろ。これ熱いだろ。あの作画、ちなみに作ってる会社が一緒です。なのであれをオマージュしてる感じを大スクリーンで、アニメを見たのはテレビで見たんだけども、これ大スクリーンで見てえなと思ったのが映ってるんですよ。やべえ、もうこの辺ボロボロだよね。なんか泣けるとかじゃなくてかっこよすぎるっていうか、やべえな。ちょっと感情が高まってきたぞ。あ、そしてあまりピックアップはされないけども、アナがね戦ってたんだよ。アナやべえな。
アナはやばいでしょ。なんかね、結構バラバラに戦ってるように見えて、チームまではならないにせよ、近い仲間たちと戦ってるよね。あと、監督が見た、ラストアンコールのネロ、ピックアップされてました。ネロはね、声はめっちゃ幼いんだけど、すげえ懐かしい友人に再会したような感じになりました。とにかくこのネロが喋ってて、リツカを助ける。確かネロが敵のめっちゃ硬いやつの腕を切ったんだよな。そこ、うわーってなりましたね。そして最近で言うと、劇場で両方とも前編後編見た、選択領域キャメロット、ベディビエール、ガウェイン、ファラオ、アーラッシュ、現象三蔵とか出てきて、うわぁ。多分これさ、FGO のゲームしてる人とかはさ、それ以外のショーのやつもいるから、うわぁって思うんだろうな。実際ね、そのゲームをやってない人もね、アニメね、制作会社がちょっと違ったりしてるんだけども、ちゃんと来てくれるところが嬉しいよね。ただね、ちょっとここで言いたいのは、めちゃくちゃ来てくれるんだけども、まあ、喋らない英霊もいるのね。まあ、これは多分大人の事情でしょう。まあ、ギャランティーとかの問題で、喋らせたかったけども、ちょっと今回は無口でいきましょうみたいな。まあ、最悪その人は呼べないけども、似た声出せるさ、声優さんちょっと声入れて欲しかったかな。こいつ無口のキャラクターなのかなっていうキャラクターがちょっと多かったんで、まあ、そこはもうちょっと頑張って欲しかったなって思うんですけども、まあ、それでもね、そんなサーバーたちが来てもボスは強いんですよ。もうなんでね、ヘイトってこんなボス強いの。視聴者もね、見てて辛いんですよね。もう感情移入してるからこそね、絶望が襲ってくるんでね。マシュと言いますよ。マシュキリエライト。いや、この作品なんですけども、まあ、フェイト見てたら楽しめるんですけども、最低限主人公藤丸リツカと、マシュキリエライトとの関係性が分かってればかなり楽しめると思います。監督もですね、その二人のグランドオーダーを見てるから、この二人の関係、マスターと英霊の関係、マシューが本当に献身的にですね、主人公マスターをね支えるんだけど、まあ、理想的な関係だね。それぞれね、何かの目的のためにお互いね頑張っている。そしてお互いをすごい信じ合ってる。あっちいぞ、ほんとあっちぞ、フェイト。で、このマシューのね、声優さん、高橋リエさん。はい、最近に言いますと、リゼロのエミリア役の声優さんです。感情に響くね、優しい声と、あとね、戦う場面の力強いね、声。喋るだけで涙ぐみま、突き刺さりますね。この作品なんですけども、まあ、主人公、藤丸リスカと、マシューキリエライト。そして、それをですね、司令塔として、ロマニっていうキャラクターね。まあ、あと、それをサポートする、ダヴィンチっていう、まあ、4人がメインメンバーなんですよね。このロマニが、その主人公リスカにですね、と言うんですマシューは次の戦いが最後かなみたいな。このマシュー自体もですね、命が短いんですよ。設定された命でその危険を着ちゃうと消えるんですよ。正直なところはその戦いに行かなくてもいいんですよね。テーマが生と死っていうのはですね、すごいね、大きなファクターテーマとなってるんですよ。まあ、そういう部分で監督結構この作品にもうビシバシ感じております。今回の戦いもですね、まあ、いろんなことが起きまして、英霊たちがですね消えるんですけども、で残されたのは藤丸リスカとマシューキレイライトで、敵がそこにいる。でそこでどうするのかというと、いや消えてくれみたいな感じで、バーン来るのね、飛ばしてくるのね。フェイトに関しては必殺技とか奥義はですね、宝具っていうですね名前になっておりまして、その宝具を使ってマシューに関してはもう盾があるんで、ゴードキャラだったバーンって盾がねあるんだけども、そこからさらにですね、こういう感じでビーンってもうでかい盾を防ぐんですよ。上からバーンってくるところ、ガーンってグーンってくるのね。でそこでだよ、ナレーションが入ってくるんだよ。この熱量を防ぐ物質はこの地球上に存在しない。死ぬじゃねえかよ、もう。っていうね、ナレーションがね、憎く入ってくるんだよ。すぐマシューの持ってる盾の後ろに、まあ、リツカがいるのね。だからもうリツカ的には、このガードがあって、ガガガガってやってるのを、後ろで見てるんだよ。ガード以外のところから、バババババン、倒壊してるね。で、マシューがもう振り返るのね、こう。こっちかわかんないけど、言うんだよ。今までありがとうございました。多くの出会い、そして多くの未来をかけ、今まで私たちは戦ってきたのですから。マシュー悟るんだよ。よかった。これなら、なんとかなりそうですマスター。そしてもうすごい光線でパパンというのも鼓膜破れるぐらいだな。光線が収まりました。で目を開けるともうマシューがいないのね。まあ、蒸発しちゃってんだよ。盾はあるよ、盾はあるよ、盾はあるんだけど、マシューがその熱量に耐えきれずに、まあ、なんで盾あんのにマシュー消えんのっていう、そこはちょっと置いといて、バビロニアでね一緒に戦ってきたマシューがね消えちゃうんだよ。ここはきついよな。そして絶望だよね。もう一人しかいないし、召喚できねえし、敵基本再生してくんで、もうほぼ HP 満タン状態。もう無理だよね。でもリツカは今までアニメ版で描いた6章プラス1から5章で描いていた、もうみんなの希望をね背負ってるのね。だからマシューのね盾を掴んで
敵に進んでいくの。うわぁ、絶対無理だけど頑張るんだよな。この作品は先ほども言った通りですね、生と死をテーマにしてるんですよ。人間ってやっぱ死ぬじゃないですか。明日死ぬかもしれない、ね、そういったテーマをこのフェイトは究極の究極をね突き詰めてるんですよ。そして次へと橋渡しするっていうシチュエーションがめちゃくちゃ熱いんですよ。でこの作品を通じて本当にそこはすごい思ったね。1分1秒マジで大切にしないとな。ぐっさぐっさ刺さる内容なんですよ。でそこからね、向こうで遠隔サポートしたロマニがこっち来るんすよ。まあ、この辺はちょっとねフェイトシリーズやってないんでちょっとざっくりなんですけども、姿が変わってめちゃくちゃ強くなるんですよ。でそいつとバトルするんです。このロマニっていうキャラクターが実はもう一人の主人公だったっていうね感じになっています。でもねこの辺りに関しては多分 FGO のゲームやった人は感染やばいだろうな。まあ、監督自身もね多分今までの人生でこんなに本編最初から最後まで泣いた映画はないんじゃないかな。結構最近見たポンポさんもねかなり来たんですけども、それと対抗できるぐらいすっごい熱いねものを感じました。 FGO プレイヤーの方のねレビュー記事とか動画を見ますと、出てきたキャラクターめちゃくちゃ強いレアキャラだけじゃなくてパワーが弱いキャラクターも英霊として来てくれているんですよね。それって課金してないプレイヤーに関してはそういうキャラクターを使ったりしてんで、あいつみたいな感じっていう感動とかもあったり、あとそのゲーム内で流れてる音源がですねリミックスされて流れたりとか、あとゲーム内のイラストが動画としてほぼ同じ構図で再現されていたりとかっていうところもあるそうです。まあ、監督はこのあたりはですねちょっとプレイしないので体験できなかったんですけども、それでもこんなに来てますからね。もう本編の半分、いや7割ぐらいも戦ってたかな。説明シーンは長い部分もあるんですけども、それを度外視しても本当に深い映画でした。あとフォー君ね、映画本編では語られてないんですけども、ゲームをやった方のこういう設定だよっていう話を聞いて、わあ深いなって思いましたね。ざっくり言うと魔法少女のマドカマギカの救命的なポジションだったんです。このあたりはちょっと本当にゲームやないと分かんないな、うん、でも分かんなくてもすごい楽しませたね。まああと監督のちょっと推しのダヴィンチちゃんと、この後ろのバックにだけどね、そのロマニと常にサポートしてるダヴィンチなんだけども、ロマニを生かした部分こっちもねもう献身的なんだよダヴィンチも。いやこの辺も泣けるんでちょっと、はい、というわけでですね、フェイトグランドオーダー究極特異点簡易時間神殿ソロモン、タイトル長くて覚えきれないんですけど、本当に良かったなと思いますね。語り手は誰かといないんだよな。数少ない友達もフェイトシリーズ見てないんだよな。フェイトの全部知ってる友達一人欲しいわ。でも全部解説してほしいわ。これなんですけども、劇場入場特典ですね。監督はですね2周目に行ったんで、この3つの中から出てきます。ちょっと上げていきたいと思います。開封の儀、色紙ですね。はい、おー、いいですね。しかし、このキャラクター、見てないやつだ。いやー、でもね、熱いよ。と、やっぱこれ、FGO やるしかねえな。時間ないけども、一日コツコツとやっていけば、この今の7章までいけるのかな、どれくらいかかるのかわかんないけども、これを機にですね、やっていきたいと思います。そして、この劇場版で描かれているね、シーンまでクリアしてから、劇場版を見るとね、もう多分2番、3枚。いやー、本当にいい映画見させていただきまして、ありがとうございました。この動画チャンネルではですね、監督がですね、すごい好きな作品、おすすめしたい商品だなっていうものをですね紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録してない方はですね登録していただければなと思っております。まずねフェイトグランドオーダーに関してもねめちゃくちゃ熱く語ってるので、こちらの動画を見ていただけますと嬉しいです。自分が撮ってる映画のチャンネルもですね概要欄に貼っておりますので、興味ある方はぜひ見てください。このフェイトグランドオーダーに関しても監督が一緒に見る機会はなかったけども、こういったこの YouTuber になって企画をやらなかったら出会えなかった作品なんですよね。それがね今こうやってね見れて、いやー本当にありがとうと、本当にこの映画楽しませていただきました。ではまた次の動画で会いましょう。多くの平成を代表す絶対魔獣戦フォークフォークンだっけ、お助けされこれネロめっちゃペイパックピッピッピッ、他の作品で必殺のヒットおいよっちち